皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日はファン待望のフレンドリーマッチ、そろそろ試合が始まります。さあ、サポーターの見守る中、前半戦スタートです。それでは両チームの立ち上がり、早速見てまいりましょう。ファーディナム、これが通りました。細かいボールの奪い合い、ボールはタッチラインを割ります。スローインはイント、硬い守り。さあ、カウンター、非常にこう仕掛け素早いですよ。おっと、スコールズ、回してキャリック、ここにテベス、横へ運んでいきます。さあ、競っていく、おっとタックル、先制点のチャンス、ここで奪い合う、中に2人いる、どうだ、これは惜しい。ヘッドで競る、頭で競り合う、ここからギグス、胸でトラップ、一気に出される、あっといいですね。チェックに行く、一人で上がります、右から攻めていきます。さあ、チャンスになる、さあ固まっている、シュート、左足入った、左足来ましたね。マユ先制ゴールを決めました。クリスティアーノ・ロナウド、ゴール左隅に決めた。ここはね、見せてくれましたよね。そうですね。さて、画面ではトライマのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。しかし、うん、マンユー先制ゴールで1点を得ています。マンユーとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。ここで動くか、さあここに出てきたぞ、マイコン、持久力のある選手です。マテラッツィ、カンビアッソ、激しいチェックが続きます。一気に来た、これは通りません。ちょっとね、感覚が揃えたかもしれませんね。ここで奪い合う、真ん中へのクロスが出たんですが、ここは合いませんでした。マンユー現在1点差をつけています。しかし、よくボールも回せていますね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね、はい、いいですね。テベス、激しいマークを見せます。サネッティ、激しく奪い合います。ボールは右サイド、いいマークですよ。ドリブルで上がっていく、さあ、いけるか、細かいボールの奪い合い、ピンチを逃れました。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ムンタル、ここで流れをつかみたい。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。ここでリターン、
前へ向こうというところだったんですが阻まれました。ルーに詰め寄られた。さあ通るか。おっとこのスルーパスはオフサイドとなります。今のオフサイドシーンが出ました。自分たちのリズムに持っていきたい。さあ一人で上がっていきます。いいプレッシャーだ。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。インテ、ここはしっかりと守りました。ムンタリ、マテラツィ、カンビアッソ、下がったボールはイバン・コルドバ、つないでサネッティ、外から行った、行くか、後ろへ預けた。さあ行けるか。これはコーナーキックです。誰に行きますかね。中を狙ってきた。硬い守りだ。さあ固まっている。これは危険なプレーです。右へ、ここにブラウン、ここからクリスティアーノ・ロナウド。ちょっと合いません。クリスティアーノ・ロナウド、うまくコースを塞ぎます。ディフェンスラインで回します。前半残り5分を切りました。右サイドから外側からいった。いいところへ上げてきた。これでコーナーキックになりました。ここは何としてでも決めたいところですね。さあ入れてきた。動いた。ここはクリスティアーノ・ロナウド、キャリック、スコールズ、競り合った。中央へボールが出てきた。カンビアッソ、マンシーニ、渡さない。クリスティアーノ・ロナウド、追加点のチャンスだ。さあここまで上がってきました。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。初めてのコーナーからのセットプレー。さあいけるか。打ってきた。ゴール。いやー素晴らしい。2点目。前半のロスタイム、マンユーさらにリードを奪いました。いやーでも本当にいいところを取りましたよね。ここで前半戦終了。しかしこの追加点驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね。後半期待したいですね。ではポイントを絞って振り返ってみましょう。前半12分、クリスティアーノ・ロナウド、あの時は一人で持ち込んでいってそのままゴールを決めています。打ったことだけでなく長い距離を自分で持ち込んでいく突破力があるとチームとしては心。さあ後半戦始まります。リカルド・クアレスマ、ボールを回して通るか。ああいいプレーですね。いい守りです。頭で合わせた。エブラ、ここでオーバーラップ、前方へ、右にはたいた。競っていく。キャリックかなりいい位置にいたんですがボールをもらうことができません。まあ通ればですけど素晴らしいボール入れてきますよね。インテ、ここからの攻撃になります。インテ、さあここまで押し上げてきました。サネッティ、競り合った。いいでしょ。攻め上がったんですがここはうまくいきません。ミドルシュート、ここで激しい。ところで奪った。打った。キーパーは防いでいる。さてコーナーキックに変わります。ゴール前うまく合わせたいですね。ゴール前入れた。よく守っている。後ろからのマーク、
どうする？左から、ノーホイッスルだ。テベス、サネット、これは繋がらない。いいとこまで行ったんですけどね。またセットプレーとなります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。ここで選手の交代があるようです。中を狙ってきた、素晴らしいディフェンス。マイユーボールになります。バーディナル後方で回しています。マンユー、ここまでなんですがどうでしょう。ええ、リードはしていますから余裕もあると思うんでね、まずまずでしょう。まだ油断はできませんけどね。おお、ここで笛です。さあ、この位置からのフリーキックです。おっと、ここでファールです。もう一度今のエリアです。ちょっと両チームともにファールが目立ってきました。リスティング、中には4人、2人いますよ。惜しいところまで行ったんですけどね。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。ここは戻します。下げて、ここはマイコン、競り合います。激しいチェックに行きます。マックスウェル、フィード、いいコンビプレーですね。ムンタリ、ここで受けた、左足シュート、コーナーに変わります。インテ、得点のチャンスを迎えます。真ん中へ入れた、中には2人いる、足元を狙ってきた、ダイレクトで、あっと、ファーディナ、本日のキャプテンを務めます。左へ回して、エブラ、時計は後半の30分を過ぎています。ここからピャリック、これは長すぎました。一度下げて、マテラッツィ、後ろからのマーク、大事なところ、小さく回します。前に出した、キャリック、クリスティアーノ・ロナウド、横へ運ぶ、さあ競っていく、攻め上がったんですがここはうまくいきません。ここは阻まれました。競り合います。マテラツィ、マックスウェル、スピードのある選手です。ファンビアッソ、タッチを割りました。最後に触ったのはブラウン、ここで選手の交代があります。フィー、詰め寄られた、大事なところ、さあ後半40分を回りました。いいマークでしょ。外へ開きます。いいワンタッチだ。さあ固まっている、ルーニー、テベス、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一方及びません。インテ、ここはしっかりと守りました。激しいチェックに行きます。ファールがありました。おっと、空中での競り合い。おっと、マテラツィ、もう一度ムンタリ、ガンビアッソ、前に出した、プレッシャーをかけます。右へ出した、ここにスタンコビッチ、スペースを狙う、ここまで上がってきましたね。さあ上がってきた、
コーナーキックに変わります。ここは得点したいところです。中を狙ってくる、頭で流し込む、入った、ヘディング。さあインテル1点差に縮めています。笛が鳴りました。万有勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。しかし北澤さん、今日は最後まで目の離せない試合になりましたね。そうですね、どちらも得点していたんで、両チームのサポーターも最後までハラハラして見てたんじゃないかなと思いますよ。本当素晴らしかったと思いますよ。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。終了間際でした。イブラヒモビッチ、残りわずかのところでゴールを決めました。そして忘れてはいけません、前半12分、クリスティアーノ・ロナウド、最終的に一人で持ち込んでのゴール、素晴らしいプレーでした。結局あの場面、勝負の分かれ目となりました。そうですね、シュートもそうなんですけど、ああやって切り込めるということはやはりいつでもチャンスが作れるということなんですよ。ああいうプレーは効きますね。本日の結果は2対1、マンユー1点差で勝ちました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。